ジャパニーズストーリー。ガリバー。ガリバーはイギリスのノッティンガムシャーで生まれました。彼の両親は貧しい家系でしたが、彼らは子供を授かったことにとても喜びました。ガリバーの両親は彼が議会になることを望んでいました。しかしガリバーは船旅と海の冒険を夢見ていました。僕は海を渡ってまだ誰も知らない土地を発見したい。まだ誰も行ったことのない土地に。船旅をする機会がなかったので、ガリバーは親のアドバイスを受けて外科医になりました。彼はイギリスで最も優れた医者の一人でした。彼は患者を心配し、そしてよく扱いました。しかしガリバーの心と魂はいつも海にありました。彼はこの輝く水の上を航海できたらとよく考えていました。年月が経ち、ガリバーは結婚して2人の子供ができました。彼は父親であり、いい夫でもありました。しかし彼は今もなお夢見ていました。あなた、どうしたの？なんで悲しんでいるの？船長の仕事をやらないかと誘われているんだ。ぜひやりたいと思っている。だが君と子供たちが心配だ。あなたの心に従えばいいのよ。船旅があなたを幸せにするなら、そうすればいいじゃない。でも、無事に帰ってくることを私と約束して。おう、ありがとう、ハニー。ガリバーは家族に別れを告げ、南海を航海するために出発しました。彼は世界で一番幸せ者だと感じていました。しかし彼は困難が待ち受けているのを知る余地もありませんでした。その夜、嵐が海を襲いました。海水は荒れ狂い、波は船の両側を打ち砕きました。船はすぐに壊れて沈んでしまいました。ガリバーは溺れないように力の限り泳ぎました。巨大な波が彼を海の底へと飲み込んだ時、ガリバーはこれが人生の終わりだと感じました。幸いにもガリバーは助かりました。彼はある島の海岸に流れ着いたのです。彼は深い眠りについていました。目を開いた時、背中に何かを感じましたが、起き上がるにはあまりにも疲れていました。少し経ってから、ガリバーはついに目を覚ましました。ああ、ものすごく疲れたよ。なんだ？なんで砂の上で縛られているんだ？あれ？髪の毛が。彼は見下ろすと、自分の小指くらいの大きさの小さな男が顔に向かって歩いてくるのを見て驚きました。ガリバーは混乱していました。俺は死んだのか？天国の人はなんでこんなにも小さいんだ？巨人、リリプチャー人の島で何をしにやってきたんだ？我々を食べに来たのか？いや、そんな。この島を奪いに来たのか？どの島だよ。そう、このリルブチャの島だ。待て、それはもう行ったはずだ。ブレフスクがあなたを送ったのか？クーって何？巨人、お前の目的は何だ？僕の名前はレムエル・ガリバーで、巨人ではない。あと、僕は疲れている。どうやってたどり着いたかもわからない。唯一覚えているのは、南海で船に乗っていたが、溺れてしまったことだけだ。兵士はガリバーが嘘をついていないと言いました。我々は巨人ガリバーを町に連れて行き、王に全ての判断を委ねる。ガリバーを動かすためにリリプチア人が作った巨大な運搬車を300頭の馬が引っ張りました。ガリバーは町の中を通っていきました。彼はまだ信じることができませんでした。これは確かにリリプチア人の島だ。そして彼らは僕を別の生き物かのように見てくる。不思議だ。他の人があなたと違うなら、あなたは確実にその他の人と違う。そういうことだろう。カッカ、彼は私たちに害はないと言っています。自分の船が巨大な波によって破壊され、ここに迷い込んだと彼は言っています。彼を信頼することはできぬ。危険な存在じゃ。ブルフスクスがみんなを食べるために送ったとしたらどうなる？閣下、彼はブレフストを知らないのです。先ほど彼はクート。なあレドレッサル、彼を信頼すべきだと思うか？彼は怖がって混乱しているように見えます。そして彼は私たちの招待客です。彼に証明するチャンスを与えましょう。王はガリバーに向かって歩きました。王は巨大な顔のこの巨大な男にゆっくり近づきました。彼が王様か。好印象でなければ。親愛なる殿下、あなたにお会いできて光栄です。私はレムエル・ガリバーです。多くの土地、そしてあなたの殿堂にもお伺いしました。それは確かにあなたの王国は私が今まで伺った国で最も美しい王国です。それがリリプチアンの島だ。我々はあなたにとって小さいかもしれない。しかし我々は力強い戦士です。万歳万歳。リリプチアンに万歳。私は決して疑うことはありません、殿下。戦士のためにも大きな心をお持ちです。この寛大な心を持っている王国でしたら、私を招いてくれた人たちに私の忠誠心を証明する機会を与えてくれるでしょう。町のみんなが見ている。私は安易に決断をしてはならない。我々の招待客だ。彼は敬意を持って扱われる。しかしリリパットの安全のため、レムエル・ガリバーの行動を制限するため足をつけさせよう。彼が以前いた奇妙な土地についてもっと知るまでな。群衆は王の決断に賛成し、ガリバーは安心しました。ガリバーは町から少し離れた古い寺院にとどまるように言われました。それは彼の大きさに合う唯一の建物でした。彼の動きを制限するために右足に足かせが取り付けられていました。リリプチア人は彼らの巨大な招待客にとてもよくしました。彼らは毎日行列を作って食べ物でいっぱいの馬車を持っていきました。そしてたくさんの布をつなぎ合わせて彼に新しい服を贈りました。リリプチア人は毎日集まって巨人と話をしました。ガリバーは彼らに面白い話をして彼らを笑わせました。彼は手のひらに一人ずつ乗せて最高の街の景色を与えました。ある日街ではある行事が開催されていました。リリプチア人は一列に並び、地面と平行に結ばれた細いロープの上を歩いていました。彼らは怖がり、ガリバーは混乱していました。ガリバーは何が起こっていたのか王に尋ねました。我々リリプチアン人は勇敢で勇気がある。巨人ガリバーよ、あなたの目の前で繰り広げられているのはいわゆるちょっとした度胸試しじゃ。このテストに合格した者は防衛の頭となる。しかし殿下、ロープは高く渡されておりとても危険です。もし彼らが落ちたら怪我をしてしまったり命を失いかねません。彼らの忠誠心が彼らの命よりも重要であると思われますか？リリプチアン人は勇敢で誇り高く、彼らの度胸を試す方法は他にはないのじゃ。ガリバーはしばらく考えた後、王の使いにロープを持ってくるように頼みました。彼はこの行事にあまり賛成していなかったので喜んで手伝いました。ガリバーはロープを細かく切ったロープで安全ネットを作りました。彼は上で結ばれたロープの下に安全ネットを取り付けました。さあ、これで安全だ。これでリリプチア人は自分の命を晒すことはなく、この行事に参加することができる。そして王国は彼らの国防長官を得るでしょう。群衆はガリバーの開始に賛同しました。ガリバーは報酬として足元から足かせを取り除かれました。彼は今、島を自由に移動することができました。彼はとても幸せでした。月日が流れ、ガリバーはリリプチア人を味方につけました。王は今、彼と一緒に皇太子について話していました。またガリバーはライバルの島、ブルフスクについて学びました。リリプットとブルフスクは長年敵同士でした。ガリバーはその強い好奇心で全ての話を聞きました。ある日、ガリバーは緊急で宮殿に呼び出されました。ガリバー、我々を助けてくれ。今ブルフスクが私たちを攻撃している。ガリバーは海岸へ急いで行きました。そして艦隊船がリリプットに向かってきているのを見ました。その船は武器で武装されていました。それは敵の侵略でした。彼はロープを伝って船に向かって歩いていきました。ブルフスク人はガリバーを見ると驚きました。なんだあれは。あれは大きすぎる。攻撃しろ。おい、よせよ。ダメだ、聞いていない。交代だ、交代しろ。ガリバーは全ての船をロープで縛って巨大な袋のように肩にかけました。彼は船をリリプチアの海岸に引きずりました。群衆は再びガリバーのために応援しました。彼はみんなの命を救ったのです。よくやったレムエル・ガリバー。でもなぜ止まった。ブルフスクの船をここまで持っていきなさい。彼らはもう将来我々と戦う軍隊などないのだ。殿下、お言葉ですが公正ではありません。ブルフスクは他の敵から身を守るために軍隊を必要とするかもしれない。私は戦うための船を全て持ってきました。他の船はブルフスクディアン海岸にあります。ここに引っ張ることはできない。王は自分の命令に従わなかったガリバーに腹を立てました。そして数日後、王の使いがガリバーを探しに行きました。ガリバー、話があります。こんにちは、リドレッサル。なぜそんな声を。誰も私がここにいることは知りません。私はあなたに伝えなければならないことがあります。王が会議であなたについて話していたことを聞きました。彼はあなたが気に入らないみたいですよ。でもどうして。あなたは王の命令に背いてブレフスカから船を持ってこなかったからです。ガリバー、聞いてください。あなたはもうここから出なければなりません。この島は今やもう危険です。でもどこへ行けばいいんだ。ブレフスカですかね。逮捕された船に司令官から聞いたんですが、彼はあなたの道徳に称賛してブレフスク王に伝えると言いました。あなたのためにボートを用意するように頼むことができます。彼らはまだ私の敵ですが、あなたのことがとても心配でしたから。本当にありがとう。ではすぐに出発しないと。決して君を忘れることはないよ、小さな友よ。私も忘れません、心優しい巨人ガリバー。こうしてガリバーはすぐにブルフスクへ出発しました。彼は腰の高さまでの深い水の中を歩いてブルフスクの海岸に向かいました。彼は王が軍全体と一緒に海岸に立っているのを見ました。僕が来るのを見たに違いない。なんで僕を責めなかったんだ。親愛なる殿下、戦うために来たのではありません。私はレムエル・ガリバーです。私はあなたに助けを求めるためにここに来ました。もちろんだ。あなたは我々の船と命を救った。とても感謝している。今度は我々の番だ。どうぞ何なりと親愛なる殿下。さあガリバーが滞在するために手配してくれ。次の日、ガリバーはブルフスクの海岸に立っていました。すると突然、水に浮かぶ何かを見ました。あれはボートか。彼は急いで王のもとへ向かいました。王は司令官に複数の船を送り、浮き船を海岸に引き寄せるように命じました。王は部下に船を作るのを手伝うように命じ、ガリバーに必要なものを全て与えると約束しました。ガリバーは幸せでした。彼は帰ってもう一度家族に会うことができるからです。ボートを作るのに1週間かかりました。ボートは強く、ガリバーが乗れるほどの大きさでした。王の命令でブルフスク人は旅のために十分な水、果物、牛をボートに乗せました。私は決してあなたを忘れません、親愛なる殿下。ガリバー、偉大なる若い男。私も決して忘れません。いい旅よ、私の友。ガリバーはブルフスク人に手を振りました。そして彼は多くの話を子供たちに話しました。ガリバーは無事に戻り、彼は妻と子供たちを強く抱きしめました。ノッティンガムシャーに戻ることができたのは1702年4月24日のことでした。